OK、パートナーズ、今日もマシンについての解説をします。今日はプルオーバーについて少し解説をしていきます。まず一つ目にプルオーバーで大切なのは座り方です。ニュートラルシッティングポジションで座ります。座骨が本当にシートのスレスレに座っているような感じ、もうでっちりでがっつり座っちゃっていただいて OK です。そして前から押されても倒れないバランスのところ、まずここで必ず座りましょう。二つ目に大切なことは最初のスタートポジションです。このまま寝ていただいてバーを持ってきます。小指が前、親指が顔の方です。大体目線に入るくらい、目の高さくらいに持ってきます。でそこから手のひらをくるんと返してこのような運動を繰り返します。肩で切り返すと痛めます。3つ目のポイントは胸で切り返すことです。体幹を使って切り返しましょう。その方にの柔軟性などによって少し返ってき方が変わりますが、返ってきたら必ず目線まで持ってきて力を抜いてこの運動を15回連続でやってみましょう。慣れてきたお客様にはこのまま足を組んでいただいて、このようにしてパフォーマンスをさらに向上していきましょう。パフォーマンスでも治療でも同じなんですが、体の中心部が動かないとパフォーマンスが下がり、怪我をしやすくなったり、肩の痛みや自律神経の乱れなどを生み出していきます。なのでこのプルオーバーを使い、胸郭そして体幹が柔軟に動くように、私たちはコアモーションシステムと呼んでいますが、体幹の可動性を引き出す、その上でこのプルオーバーは非常に重要なマシーンになってきます。ぜひパートナーたち、お客様と一緒にこのセッションを通してどんな変化が出るのか確認をしてみてください。ではまた次のセッションでお会いしましょう。